着いた。私の名前はカンコ。休日はもっぱら都会の喧騒から離れて日本全国の観光地を巡る OL だ。群馬県吾妻郡草津町、日本三名泉の一つ草津温泉がある町。すごい硫黄の匂い。でも不思議と嫌じゃない。猫、全然見向きもしない。お邪魔しました。さて、お腹も空いたし、あそこに行こう。ラッキーベーグル。草津に一軒だけある手作りのベーグル屋さん。ここだ。へえ、間に挟む具材とベーグルの種類を選べるんだ。よし、決めた。決まりですか？はい、はい、サーモンクリームチーズ、はい、一番すごい。あと、あ、リンゴ、あ、これ美味しそう。豆腐屋さんの豆乳使用したの。はい、それだけ。はい、じゃあ、以上で。はい、はい、オリジナルのグッズ、かわいい。いただきます。アボカド、クリームチーズ、この個性がある3つの食材が喧嘩せずにまとまってる。酸味の効いたピクルスの爽やかさがアクセントになって全く飽きさせない。そして何よりこのベーグル、全粒粉の香ばしい香りが口の中で広がる。このソイラテもすっきりとしていてベーグルと合う。ボリューミーだけどもう一個いけちゃうくらいペロッと食べられる。おいしい。ごちそうさまでした。お店で作られた自家製のベーグル、大変美味しくいただきました。さて、次はどこに行こうかな。